はい、のんち TV 始まりました。全国のドラマファンの皆さん、こんにちは、こんばんは。 D のんちザワイズです。はい、今回は、らんまんの第76話について話していきたいと思います。はい、76話、田辺先生落ち込むっていう感じですね、うん、ただ田辺先生にはね、さとこちゃんっていう奥さんがね、シダのような奥さんが、なんかその静けさを私は愛してるんだよってね、教授は言ってましたから、よかったなというところもありますかね、ね、教授優しいんですがね、ちょっと欲が強いというかね、教授にまでなったのに人の欲は計り知れないというところですかね、もう随分立派ですよっていうところはあるんじゃないかと思うんですけどね、そういう人たまにいますね。十分すごいのにね、まだそんななのかみたいな人いますね、不思議、やっぱり一人一人物差しが違うというか、見ている世界がね違うんですかね、まあ今回はまあなんかちょっとね振り返るシーンとかが多くて、なんだろう、研究というものは、一生懸命研究してっても先に越されたら終わりみたいなね、でも全てのものはねそういうことですからね、そこはねって思いましたけどね、まあしょうがないな、そこは学生たちのなんかね、こうまだまだ若いというところはそこなのかってところですかね、何でもそうですね、やっぱりね突然終わってしまうかもしれませんがね、まあ永遠に続くと思ってこう学んでいかなければいけないわけですよ。そしてね、永遠に達成しなくていいわけというか、永遠に達成しませんからね、求める限りね、だからいつかその時が来てしまうのでね、それでもね我々人間はね追求していくわけですよ。いいじゃないですかそれで、と私は思いますよ、そこをね、しっかり心に置いておかないと、いろいろ日々ね挑戦するのは難しいんじゃなかろうかと思いますね、まあ皆さん得を見すぎですね、もう今日今この一瞬、私で言えばこの動画を撮ってるこの一瞬に全てをかけるみたいな、ね、それが大事だと思いますよ、まあ両輪をね働かせてね、遠くのことをやる人と今目の前にあることで、今目の前にある方をもう徹底的にやる方がいいですよね、その方がそれがつながるわけですか。今ここがふわふわしてて未来ばっか見てると、結局その未来にはねいけないんじゃなかろうかと私は思いますけども、まあいろんな考えがあってね、いいんではなかろうかと思いますけれども、辛いんだったら、苦しいんだったら変えた方がいいのではと私は思いますけど、まあそんな感じで今回は、厳しさっていうんですか、植物学を進んでいく厳しさ、まあ人生全て一緒だよってことなんですけどね、でもね心優しい方とかね真面目な方はね辛いんですよね、私なんか真面目だからわかるな。はい、では、今週はなんかちょっと暗そうな雰囲気かな、まあ明日も楽しみにしたいと思います。はい、本日は、すごい暑い海の日ってね、連休なわけですよ。この連休っていうのはいい時もあれば悪い時もありますよね。私なんかねこう今回の場合は平日が多い方が良かったのかなみたいな、こう書類をねこう役所とかでね出したり、それ公的なものがね休日休むんで、その辺が今週ちょっとタイトなんで、ね、困ったなというか、あーって思うところですね。
まあ人それぞれね、贅沢な悩みですよね。休みが多い時は休みたいみたいね。ただもし雇用の場がないないと言うならばね、少ない人数でもいいんで、その祝日にね人を当てたら私はいいんじゃないかとね、産むんじゃない、雇用を産むんじゃないかと思うんですけどね。みんなみんな全部休まれてもなってちょっと思う派です。私は夜中とかも私は長い方がいい、銀行なんかもそんなイメージありますけど、まあそれによって救われる人もいるからね、一長一短ですよね。でもみたいなね、はい。そして今日はこの前7月2日に一緒にやったバンドのレイタナの、ボーカルのギターのケイティの今日は誕生日です。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございますね。まあ今年になってから随分とたくさん、あったり連絡取り合ったりね、そういえばこの前のライブでその KT の昔のバンドと俺とあの石澤洋二が入ったあのオムニバスアルバムが売れ残ってたっていうのが私はショックでしたね。ね、あそこにいた人みんながこう知ってるのがドンと集まった昔の CD があったんですけども、それがちょっと売れ残ってたっていうのがね、私はね残念で仕方がない、それともみんな持っていたんでしょうか。いやそんなことないでしょ、あんなレアな CD が残ってたと、それがちょっとびっくりしたなという感じですかね。あとは千匹屋のねゼリーがね美味しいですね、まあねちょっとお高いですが、まあそれなりのパワーがあるんで、もしもう夏で疲れて疲れて疲れてしょうがない人は千匹屋のねグレープフルーツオレンジのねゼリー、あとメロンね、のこうなんだムースっていうの違うかな、なんかそういうケーキ、まあそういうの食べてね、気合い入れるっていうのもねいいんではなかろうかと思いますよ。どうですか、やっぱね安いものいくつかより高いものをこういう時はねドーンと言ってね、ああとかこう贅沢してしまったみたいな、贅沢したからにはやるしかないぞみたいなね、そういうのね大事ですね、だからそのお金出してでも美味しいものを食べる場所があったりとか、そういうの大事ですね。なかなかないですよね、ちょっと高くてもいいからみたいなのでいいものって割となかったりするなと思うんですが、どうですか、なんかねえ、それがちょっと残念、残念というか自分の中でたくさんそういうのをね持ってた方がいいですね、ありますか皆さん。今日は贅沢しようっていうとこ時に行く場所、行く、なんていう食べるところとかなんかそういうのを持ってるっていうのは、それを何箇所持ってるかっていうね、そしたら疲れた時の回復力がいいんじゃないですか。私はまあ疲れたことがないんでまあ大丈夫なんですけども、なんかね、そういう日ってあるじゃないですか、そういうのを見つけておくっていうのはねいいんじゃないかとこの夏思います。はい、それではチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまた、バイ。